安藤は何を選択するか。ここは決めてきました。ありましたね。バスケットカウント。久保田選手のタイトなディフェンスに対してうまくさ、はい。ただこの安藤選手のワンオンワンにつながるボールを受けるところの全体のセットの流れ、どんな攻撃を展開してくるか。春山へ通す安藤。安藤フリーになった。このスリーが来ました。いいですね。春山選手もよくリターン見えていましたね。安藤に対して久保田のディフェンス振り切って、安藤スリーポイント2本目きました。いいね、今のも久保田選手しっかりとコンテストには行っているが、このタイムアウトあると思いますね。そしてやはり一つ前のディフェンス、三河が 2-1-2 のオールコートからヒデソンの素晴らしいディフェンス、三河パスを選択、安藤誠也3本目きました。いいですね、こちらも返してきましたね。ここ決めきれませんでしたね。はい、島根が守りました。そして早いビフォード、安藤誠也のコーナー3決ました。いいコンビネーションですね。4本目です。スガイシーの武器です。まもなく第3クォーター残り1分を切ります。さらに突き放すのか島根、安藤のアタック、振り切る安藤誠也、自らのシュート、これが落ちる、春山が拾いました。整えてから安藤スリー、今度は決めた。後半安藤選手ポジションをメイクできれば一気に勝利が近づきますから、そのオフェンスどういう風に組み立てるかですね。まあ、今ただオーガスト選手をはじめ、やはり三河の三河へ送る、三河のスクリーンを使いながら安藤誠也、ここからのジャンパー、さすがのプレーです。さあその三河のスクリーンを使って安藤誠也、このタフショットを決めてみせました。ここはもうあわよくばエンドワンをファウルドローというところだったんですが、ウリアムスミカ決めきれるかというところ、白浜が抑えて安藤のスリーポイントを決めました。ここはなんとか安藤選手も返しましたね。いいスタートを切らせない、その部分を一つ大事にしたいですし、やはりディフェンス面、まあ、相手がいろいろ目先を変えながらスリーポイントへ戻します。キックアウトから安藤のスリーポイント来ました。いいですね、今のもペイントアタックからキックアウトね。ここも2人、安藤自ら打ちました、射抜いた、安藤選手よく決めましたね。安藤振り切ってスリーポイント決まりました。いやもう本当気持ちでねじ込んだ、そんなシュートでしたね。ザック・オーガスト走っている、レイマンが運びます。いや安藤選手素晴らしいスティールですね。安藤のスティール、長野のディフェンス光が出ます。不安ですね。大きな武器になってきます。外広げたところから津山のスリーもまだ来ない。しかしセカンドチャンス、安藤来ましたということのようです。ボールは島根、安藤来ました。今日スリーポイント2本目、50秒切った、6点差まで来ています。島根、安藤相手を飛ばして落ち着いて連続、キャプテン見せます。相手を飛ばして安藤スリー、白浜残す、白浜選手素晴らしいハッスルですね。ここもセカンドチャンス、島根ここは安藤ペネトレイトできましたが、ここでゲームメイクでもポイントガードどう見せるか。三河のスクリーン使って自分で打ちに行く、きた、熊谷またスティールなるかというところ、クロック残り3秒です。安藤タフショット、これを決める、残り3秒、まだ安藤自分で打つ、決めます。後半ほとんどのシュート落ちませんね。残り2分半、安藤決め返す、スリーポイント、ブロック残り3秒、安藤来ました。安藤選手今日も来ましたね。今日は1本目、ここから打ってくる安藤、今日2本目、譲れない部分ですね。オフェンスリバウンドを勝ち取った島根、もう一度取った、白浜がもう一度取ります。リバウンドの強さがある両チームなんですが、ここはサードチャンスで島根スタノマジック先制ポイント、使い切っていきたいですね。
23秒というところに対して14秒というのですが、やはりこういう場面で祈ってくる。リポートの間、そして安藤、そのままスリーポイントに持ち込みました。安藤選手、後半1つ目から来ましたね。結構はミスマッチになっている。少し遠めですが、安藤スリーポイント連続で抜きました。平均得点は 19.5。 さあここで再び安藤の元へとボールが当たってきた。ここを射抜いた。3連続スリーポイントになりました。リフォードから谷口、安藤とつないで、谷口が壁に入るスペースができた。安藤スリーポイント。ここで残り5秒、しっかり時間を使っている。さらに得点なれば大きなポイントになりますが、安藤セリアです。そこに対してスクリーンも入ってきますが、安藤に託している島根、安藤に対しては25番の隅田がついている。それを割っていく安藤セリアです。素晴らしいですね。はい、ハンドリング、スクリーンがマーチに入ってスリーポイント、安藤セリア抜いた。来ましたね。1点差まで詰めてきました島根、そのマジック。コーナーには津山と晴山がいて、ペイントエリア付近にマーティンがいる。安藤スリーポイントを選択しました。抜きました。このオフェンスリバウンド、非常にチームのね、あれオフェンスをつないでますよね。安藤との合わせ、これが決まります。このピックアンドロールのこのディフェンスがうまくいってますよね今日。安藤のジャンパー、安藤が落ち着かせる。ポジギでいくか、スリーポイント、さすがですね。安藤は第2クォーターだけで7得点となっています、はい、安藤今日1本スリーポイント決めています。リフォーの中でウィリアムスに通っている。日程が走ってくる。安藤今日2本目のスリーポイント。今のはね、ペイントタッチからいい、あのかわしていく。安藤フェイクを入れて決めていきました。さあ、ババとピフォード、ニック・ケイ、安藤がフリーになっていた。さあ、リバウンド、ピフォードです。ピフォード走っている。3対1のアウトナンバー、安藤です。さあ、このピックアンドロール、そうですね、このボールを手放すのが大事ですよね。外、オープンになっていたのは安藤聖也、スリーが決まります。今のようにね、早くボールをね、手放すことができる。第4クォーター2本目のスリーポイントを沈めていきました安藤聖也。ディフェンスで1本見せ場を作った白浜、安藤がフリーになった。決めてみせました、1本目。ここ北海道、少しディフェンスの受け渡しのところコミュニケーションミスしてしまいましたね。この位置で安藤聖也、安藤がラモスを背負いながらのバンクシュート決めました。いいですね。今日は安藤と津山のツーガード、この2人で崩しました。いいですね。津山から安藤、日程がスクリーンを使って安藤聖也のスリーポイント来ました。本当に今シーズンはもう本当に何度もそうなんですが、点差は6点です。コーナー3、安藤聖也来ました。いいですね、安藤選手、かなりのシーソーゲームとなっているこの試合。マッスした激しいディフェンスを見せる安藤、ターンからのショット決めました。いいですね。ここは落ちています。決まれば面白いシーンだったんですが、そうですね、フリーになりました。安藤聖也射抜いた。オープンにしてはいけない男が空いてしまいましたね。互いに火がついている。バスケットカウント、安藤選手引き抜き去って、ウィリス・ジュニア選手も少しスピードに対して横から対応してしまいましたね。安藤聖也ステップバックからのディープスリー、抜いた。とんでもないショット決まりましたね。ここうまく対応していたんですが、その上を行くヘステーションからステップバックでスリーポイント、素晴らしいですね。
昨日32得点の安藤、いきなり1本目沈めました。今のも関野選手がかなりハードについているんですが、やはりピックアンドロールのスクリーンを警戒して、ハッサン・マーティンに送って安藤誠也、関野のディフェンスも受けながら沈めました。いい動きですね。スネークしながらジェイルして背中で関野選手を抑えながら自分の最後トップの位置から安藤誠也1本目来ました。今の北海道もかなりチェイスしてコンテストには行ってるんですが、やはり少しのズレで今日も打ってきますね。スペース空いていましたね。はい、安藤誠也3本目来ました。来ましたね。今のはもうピックを使わずに少しのジャブを。安藤にはここも松下、激しいディフェンス。安藤誠也スリーポイント射抜きました。来ましたね。どうにかマークを剥がして日系から春山、安藤誠也かわした。このフローター落としません。 いいですね。安藤が何を選択するのか、自ら沈めてみせました。そうですね、ここもファールドローもあわよくばしようというような。松下のディフェンスを受ける。それでも決めてしまうのがこの男です。安藤、ニック・ケイ、安藤大黒柱で打開した。素晴らしいですね。トーマス・ビンブシがつきます。ツーポイントシュート、下がりながら丁寧にシュートを打っていきました。右のコーナーを津山、ニック・ケイ、津山使う、長谷川のコンテスト、ここもリバウンド拾います。ディープスリー、安藤誠也、ね、やはりセカンドチャンスになった瞬間にチームのアシストを伸ばしたいというところ、やはりいいパスを供給する部分と自分がショットを打つ部分、そこの、線引きというのが、まあ、少しずつ整ってくればまたこの辺の確率というのも上がってくると思うので。安藤に渡す、藤井の守備、津山、谷口、バウンドパス、安藤、今度も完璧な合わせ。5分切りました。ニック・ケイ、バウンズパス、下通した白浜、パスだ、さあ安藤誠也、コーナースリー、来ましたね。ここで決めました。この考察ない川崎の守備、ニック・ケイから果たして安藤、すぐさまスリーポイント。いやまだ分からない、安藤誠也今日3つ目です。激しい守備かいくぐって安藤が中に入ってきての2ポイント。まあ、ここは打たせてもいいという、ね、そんな判断かもしれません。白浜です。今日は白浜の中に入っていくシーンも先ほどはありました。安藤だー、素晴らしいムーブですね。見せましたけれども、ここで見せてきました。そうですね、はい、今日はやはり島根、組み立てのところ少し昨日と目先変えて、割と外に出ても素早くフリー、中に入ってきて自ら沈めた。そうですね、ようやくファールドローできましたね。一気に行ったんですが、ただニカ選手がおそらく足を少し痛めましたね、はい、トーマス・ビンブッシュだ、ノーファール。少し人数アウトナンバーになってますが、ニック・ケイ外、津山回して安藤誠也の外、来ましたね、安藤選手も。左のコーナーは藤井、ビンブッシュ、野崎を今度は逆に奪った、安藤誠也、安藤選手狙っていましたね。なかなか富山形作れてないですね。そうですね、富山ここで対応しようとしてますので、はい、もうちょっとパッシングブームしてボールを回してですが、ここは安藤誠也リバースレイアップ、難なくスコアです。安藤誠也難なく抜けていく、そしてここは N1 です。ディフェンスファールは宇都のファール。富山11番宇都選手、チームファール1つ目、個人ファール1つ目、パーソナルファール1つ目、まあ、ヘソン選手にボール持った時にやっぱりみんな集まってますので、まあ、ノーマークでしっかり打ってたんじゃないかなと思いますけど、こちらは安藤誠也、ここのやっぱり島根のオフェンスを35対23、注目のディフェンス安藤誠也、志田が振り切って自ら行く。安藤、早いタイミングで打ってきた、ねじ込みます。さあ、安藤誠也、ここはギアを上げていく、
から行く、水から行く、入るから谷口、この振って安藤、6秒、5秒、1つクイックを入れて、落ち着いて打ち抜きます、スリーポイント、7秒、6秒、5秒、自らスリーで打ってくる、これが決まります。安藤、リジェクト使って、安藤、自分でフェイントアタック、よく見てますよね。ビュフォードから安藤、スリーポイントを狙ってきた、決めきる、超攻撃的ポイントガード、安藤誠也。琉球はちょっと一つね、いい形でシュート打ち切りたいですよね。はい、さあ安藤、小野寺かわして自らレイアップ。そうですね、この2ポジション、ニック・ケイ選手はディフェンスが非常に素晴らしいです、はい、そうニック・ケイから晴山ケビン、ウィリアム・スミカ、安藤、安藤スリー、プラップ決めた、島根のリズムです。安藤、安藤、谷口呼んだ、自分で行った、自分で行った、バックショット決める、強いですね。そこ課題になりそうですね、彼の。なかなかタッチが戻ってこないんですけれども、しかし今日は安藤がスリーを狙ってきた、来ましたね。昨日は琉球が、まあ、リードする展開でしたが、今日は逆。そして安藤が差を詰めるスリーポイント、ここで来ました。来ます、ね、安藤のアタック来ました。来てますね。さあ安藤、3点差ですが、安藤自分で来た。さあ安藤選手乗ってきましたね。序盤からどのあたりが出てくるでしょうか。こちらは北川、ちょっとボールこぼれますが、なんとか掴んで2ポイントシュート、安藤誠也です。繋いで安藤に戻しています。ディフェンスを抜けるか、安藤の3ポイント来ました。いいですね、高いアーチで、はい、クック選手のショットブロックの上から打ってきましたね、そのあたりをうまく守りきれるかどうかポイントになりそうですね。チームファウル4つの芝、ここは安藤がフェイントアタック、このショット、いい、ね、スポードが積極的に仕掛けていくか、いやパスです、安藤一本決めた、ここできましたね。スリーポイントかなり高確率でした。ここは落ちていて安藤誠也がフロントに運ぶ、そのまま行く、バケットカウントになりました。素晴らしい切れ味でしたね。昨日の試合ではまあ、かなり悔しいシーンというのもね、そうですね、あったと思いますから。ここはステベンス選手からのファールドローもスタッチになっていましたが、ニカにこの位置につないで千葉も守る、こぼれ球をまだ島根が拾って、ショットクロックはリセットされている、そこで決まりました。金近選手もコンテストしに行ったんですが、はい、昨日は35得点を挙げました。安藤誠也も今日奮起なるか、バスケットカウント、先ほどスリーもありました、連続になりました。後半小沢選手がついていたんですが、はい、今度は反対側の津山だ、これもこぼれる、ただリバウンド谷口しっかり対応した後、すぐに安藤誠也、いやなかなかリバウンドは取るもののスコアにはできませんでした。10秒切っています、はい、最後のショット、また来るか、安藤選手、まあ、やはり、チーム、ここまですでに18本のリバウンド、はい、チームで獲得していますが、島根は安藤からフェリスケコード、フィリアムスリーに入って、ボール下のところから安藤誠也につなぐ、1本来ました、5本目になります。これで今シーズンは何度も相手の得点を阻んできている名古屋ですが、それに対応するのは島根はどうか、スリーポイントで今日1つ目安藤選手に来ましたね、はい、2本を切りました、安藤誠也のスリー、こちらもすぐに返してきますね。先ほど決めたところと同じスポットでしたね。セカンドチャンスとなっている島根は安藤のレイアップ決まりました。ここもしっかりと中野選手が島根のオフェンス食い止めたいですね、はい、この中で島根の安藤が割っていきました。いやビッグショットかもしれませんね。重要なポイントになりそうです。ただ完全にオープンでしっかり整えて安藤誠也、こうなればもう落としません。ファールの数は両チーム 16.9 回という形でリーグ3位の少なさです。安藤背負いながらのタフショット、そうですね、こういうタフショットも、はい、ギアを一段と上げてきました島根。おー安藤、安藤シュート、遊んでますね、すごいですね。で島根がこのタイムアウト明けできっちりとまた戻してきたというところが一つ凄みでもありますね。
そうですね、シュートのセレクション、はい、シュートの選択を、ね、あの間違えなければディフォード安藤です。安藤が中に入ってきて上を抜いてきた。ディフォード半沢ディフォード、おーケビン・ジョーンズだ。よくウィリアムスが回収、よく取りました。日本回す、安藤聖也かまわず打つスリーポイント、来ましたね。今日は沈めてきました。今は安藤には半沢がついてましたがスピードがあります。おー強いシュート安藤聖也。はい、安藤です。スピード上げる、一気にスピード上げる。この安藤聖也も本当に負けず嫌いなプレイヤーです。打ってきますよ。スリーポイントシュート外2つ目打たずに安藤パスにしました。もう一度安藤外だ、ディープスリー3つ目もはやゴールは見ません。このスリーポイントの部分を今日は遺憾なく発揮をしています。本人がこの打った後ですね、もう確認してすぐさま手を伸ばします。水野カンタ、キャル・ジャクソン、スピードのミスマッチをつくか。安藤ツーポイント止まりません。安藤聖也ニック・ケイから安藤、スピードのある安藤が入ってきて上をまた射抜いていってドアーン、やってますね。ニック・ケイ狙ってたんですがペリン・ビボード外、トップの位置、安藤聖也スリーポイント、今日はもうオンファイヤー状態です。安藤聖也打てば入りますね。はい、ちょっとボールが落ちる、リバウンドブロック、ちょっとタフになってます。あー、ここは島根のポジションに変わります。ちょっと京都としては決めたかったシチュエーション、キャッチアンドショット半沢に渡した、半沢が自ら行く。あー、ちょっとパスが出れたか。安藤だ、アウトナンバー安藤聖也、フェイク折り混ぜ自ら、最後はフィニッシュです。ですね、残り10秒、ね、安藤間自らフェイダウェイうまい、外に振った晴山、よりフリーを作っていく。今度は中に入ってきて安藤聖也、これで29得点。安藤聖也トップの石、スリーポイント、今日は完全に安藤聖也、安藤選手の日ですね。今日はどこまで高くなってくるか楽しみですね。まずは互いに外国籍選手のスリーポイント成功があって、ここは安藤聖也切り裂きました。安藤対石川、マークを剥がしてスリーポイント、安藤の1本目が生まれました。パスの出しところを失ってしまいましたね。さあ安藤聖也のスリーポイント、2本目きました。シンプルなピックアンドロールで、ビフォードパスを選択、白浜がすぐに安藤へ送った。安藤の3本目きました。来ましたね、白浜選手。ビフォード対三井、ビフォードパスを選択、白浜がすぐに安藤へ渡す。安藤聖也4本目ポイントを生んで、いいシチュエーション、いいクォーターに作りたかったんですが、やはりこのビフォード選手のところにヘルプをかけた時の、三河は使わずに安藤へ送ります。安藤対山本、安藤をねじ込みました。ショットには持ち込んだんですが、テーピングを巻いてますから、そうですね、少し万全ではないと思うんですが、それでもやはり信州のためにプレーしますね。苦しいチーム状況に変わりはありません。それも分かって安藤聖也が手を抜きません。一旦スローダウンしていきますね。ミカも加わって作り直します。安藤聖也ドンディ背負いながら、このレイアップ素晴らしいですね。やはりピックアンドロールした後にドンディ選手も追いかけに行ってるんですが、意思できればしっかりと最後まで勝負持っていけると思いますね。リック・ケイト安藤聖也で切り裂いた、簡単な通面ゲームでバックが。ディフォードには引き続き三井、ディフォードパスを選択した。安藤聖也1本目、ここで来ました。今スローインからのスペインピックで 1.5 秒、安藤聖也1人かわしてスリーポイント、射抜いた。これを沈めるのが安藤選手、そうですね、逆に集中力が高まってしまった瞬間かもしれませんね。島根ビュフォードがものにしました。ビフォード一気にスピードアップ、かいくぐってからキックアウト、安藤聖也のジャンパー。第3クォーター半分が終わりました。
ビフォードパスを選択、安藤誠也のスリーポイントが沈まりますね。落ちません。安藤へ戻す、安藤誠也自ら行く、バスケットカウント。一番やられたくないプレー、このやはりクオリティ、遂行力の高さというのが。こういった面では島根のチームファームが溜まっている。今積極的に仕掛けていきたいところ、安藤誠也のスリーポイント。安藤選手止まらなくなってきましたね。時間も使いながらというところ、安藤誠也一気にスピードアップ。この時間帯にあのスピードでのフェイントアタックですからね。はい、津山、そしてここは安藤、はい、安藤選手もここは得意なところですよ ね。ドライブからのフローター。ニック・ケイマー、今ビフォードはベンチという状況です、はい。そしてここ安藤のスリー、ここで来ました、安藤のスリー、はい、そしてニック系から安藤だ、オープンになってますね。安藤のスリー、はい、この辺りは安藤もタッチ合ってきたか、ね、佐賀はまだチームファウルはありません。島根は2つ、そして今度は安藤のスリーが決まりました。そうですね、まあ、ここいい形で決め切りますね。本当これは津山、安藤メイクで飛ばしてるスリーポイント、うまく安藤、いいですね、今のは見事に、はい、で安藤、さあ津山、ここはドライブ仕掛けるか、いや津山一度外に出して安藤のスリーが決まりました。いいですね、はい、で今度はニック・ケイダー、そして安藤のスリー、さあ安藤のスリーからついてきます。この形であれば、はい、安藤選手共にタイムアウトはあと1回ずつ残っています、はい。さあニック・ケイから安藤のスリーが来ると、安藤動きながらディフェンスさばいてのスリーどうでしょう。来ました、今日最初のスリー、安藤今のスクリーンは良かったですね、ハッサン・マーティンがハイポストにいますが、また安藤がその前を流れていきますが、遠藤すぐにフォロー行きますが、それを抜けた安藤。そうですね、安藤選手で横切ってボールをもらうプレーをね、2回連続続けましたよね。それを宇都宮どう守備で修正してくるのか、変えてくるのか。あ、ドロップしますね、ドロップですね、はい、安藤下がりながら守りましたけど、ちょっと距離が遠かったかもしれないですね、はい。そして安藤と遠藤です、安藤ここから打ってくる、来た、宇都宮タイムアウトです。1本、ね、決めて終わりたいですよね、島根としては。安藤エルボージャンパー、日系選手のね、スリーポイント、今人数は今4対3の状態ですが、ニュービル打ってくる、短い、まだ行きますね。安藤今度も早く行くか、早く行くか、フローター、あー、素晴らしい、まだ宇都宮スリー1本ですが、ジェレットに対して高い、いやもう完全に2対1作れてましたけどね、また安藤アタック、うん、これですよね、この右アウトサイドからに、ね、1K 今ファイブバックリーかけます、中に入ってる安藤スリードか、タイムアウトかかります、宇都宮です。リバウンドはホットカバーします、いやわー、ただ安藤奪った、1K 前は、ニュービルだけですが、ここは作ります。そして持っていきますね、そして安藤コーナー、やった、止めますね、これでオフィシャルタイムアウトです。そこから安藤に渡してから、もう一度守備、もう1対1、巧みなステップからのシュート、得点を決めていきました。リフォードからのパス、ニック・ケイトップの位置で受けましたが、ハワーもいい守備でした。安藤ゴーダもいい守備だ、安藤誠也背負いながらの中、いいですね、切り裂いていきました。ゴーダ選手 の守備の対応に対して、まずは得点取ってきたい大阪、今度は安藤スリーポイント、安藤選手もこの波に乗ってきましたね、外からペイントアタックしましたね。ウドロ、ニッケイ、安藤です。スリーポイントシュート、2つ目が来ました。こちらも止まらない、打たせないという島根の守備、そうですね、ここはノーファールで安藤のスリーポイント、ちょっと鈴木達也大丈夫でしょうか。そうですね、まあ、少しニッケイ持っていく、安藤に渡す、安藤ツーポイントショット、いいですね、今のも一度橋本選手に体を預けて、安藤ゴーダもつきますが、後ろからファイトオーバーしてくる安藤誠也、巧みなステップからの得点、素晴らしいですね、はい、ただカロイアロロングのね、この2人がつくとビフォードも簡単にはやらせてもらえません。うまく回していって、キャッチアンドショット、安藤、いいですね、スリーポイント決めてきました、このオフェンスリバーのにもチャンスが出ていますね、
ですので思い切って外から打てるというそういった利点もあるかもしれません。安藤選手優しいエンジェルシュート。カロイアロ選手もリバウンドでアドバンテージがあると思ってますね。なので、ハマー選手に少し強引ですがスリー打たせましたね、はい、おここもかわしていって安藤シュート。安藤選手ロングがここまでは個人ファウルは2つです。手を追いながらここもフローター、優しいシュートをまた打ってきました安藤誠也。ですね、ここはペリミティボールを対立するカロイアロ、ロングとスイッチパス回すフリーを作って安藤誠也スリーポイントシュート。ここはさすがにワイドオープン決めてきましたね。近くにはニック・ケイピックを使ってまだ入ってくる、まだ入ってくる安藤誠也。あ、素晴らしいですね。今のもインサイドアウトでどうするか対峙します。リフォードパスちょっと読んでいたかゴーダ、外からのスリーポイント。ゴーダ選手もよくリフレクションを起こしたんですが、この白浜の本当に攻守のハードワーク、流れを変えるか芝です。サノーマジック大阪も止めたいですね。安藤ここは後ろからファウルが決まった。安藤ですね、後ろに目があるかのごとくここで体をうまく一瞬スローダウンして寄せて、はい、ファールまで奪いましたね。もらいに来て安藤です。ちょっとこの5秒安藤行くバンクショット、ようやくスコアを記録しました。今日ディフェンス頑張りに頑張りまくっているそのご褒美っていう感じでしたね。さあ安藤も行く、ここは速いアタックでした。安藤スリーポイント、ようやく当たってきたでしょうか。いやー点取ってきましたね、安藤右回りこれで10得点。あとはこれをフィニッシュまでつなげられるか、スリーポイント安藤、うわー来ました。まあでもやっぱりまだ得点が伸びてないので、はい、まあ、今ね安藤がこうやって積極的にいってるので、はい、初スターティング5という攻撃戦です。安藤からもう一回安藤に戻ってスリーポイント、うわーすごい、あ20点取ったか、落ちる、あー取りに来た。今度は安藤が打ってきて決まった、止まらなくなってきました。安藤がボールを持つ、フリッピンがつきます。ノンプレッシャー、うわー入った、シュート決まりませんでした。さあ安藤誠也が素早くフロントコートに運んでスリーポイント、あー来ました。今日のキープレイヤーで試合をご覧になれる、そんなチケットも売られていたようです。今日はこの会場で試合の前に、おっとバスケットカウント、試合の前にこの会場で群馬県太田市成人式が行われていました。うん、このボディバランスです。昨日もなんかこういうプレー決めてましたもんね、速攻で来るリフォード、八村が止める、右のコーナーから今度は安藤来ました。これから、始まっていますから、まあ、そこの合わせだったりっていうのを、やっていけば安藤のスリー、あー来ました。安藤走り込んできた、波里がつきます。地方とには一貫してこのクォーターはトレイ・ジョーンズ、あー抜いてきた安藤誠也です。安藤今日は再三スリーポイントを打ちていますが、寺島が見ています。フェイダウェイ、あーこれをうまく沈めましたね。ちょっとグロックギリギリで沈めてきました。リフォードにも熱いディフェンス、安藤にも襲いかかってきます。ここもここは一人で守っています。外へのキックアウトパス、距離がありますがそれでも打ち切れ、安藤選手、安藤のスリースリーポイント数多く当たりが出るのはどちらかというところもポイントになってきそうですが、こちら安藤選手のスリーポイントシュート、そしてメイヨというコンボでした。さあビフォード負けてられない両のステップからキックアウトパス、明日安藤、いいですね、こちらはスリーポイントでお返しですね。ハイスコアなチームなんですが、ここまで両チームとまだ50点いっていないというディフェンシブなゲーム、あここで取り返した日記、とは1、あ落ちた、しかしフォローしていました、ね、安藤選手、安藤がゴールを決めています。フローター決める、素晴らしいフローターですね。フローター
ビフォード、ベースラインドライブからキックアウトして白浜アタック、そして安藤オープン、今日ここまで7得点を挙げています。安藤ドライブ来た、エンドワン、また場内を沸かせてくれます。まあ、肉系に続いて安藤誠也、はい、このフィジカルの強さもありますし、またがこのフィニッシュ、久岡がここはつきます。久岡もディフェンスがいい選手。安藤フェイダウェイ、ディフェンスを引き寄せてますからね。北海道戦もああいうプレー目立ってました、はい、安藤誠也決めていきます。うまいですね、まだ日系選手の安藤誠也ドライブに行く、いった、決め切りました。鶴巻のディフェンスをかいくぐりました、はい、津山から安藤空いた、おースイッシュで決めてきました。ニック・ケイビフォードは今日3、1本成功。右のコーナーから安藤、安藤も3本目、そしてオフィシャルタイムアウトを迎えます。まあ、すぐに戻ることはできました。ペリン・ビフォードから左のコーナー、安藤キャプテンが3を決めていきます。そしてコアバックファイヤーか、ノーファール、ターンオーバーになります。後ろからついていきました、ニック・ケイ。ニック・ケイは昨日3は1分の0、左のコーナーから連続、安藤誠也、安藤が後ろも感じながらですが、ジャンパーを決めていきま す、ね、安藤パスショット、エンドワンになりました。ファールは鶴巻でした、今日1つ目です、はい、自分から当たりに行ってるというか、まあ、ファールをもらいに行ってるって。ゲーム1ですと 2-2-1 からそのままこうマンツーマンにしていたんですけど、そのまま 2-3 ゾーンにしてきましたね、はい、少し変化を与えていってますね。安藤フェアオンファイヤーです。ただ当たっている選手にこうボールを持たせるというのは非常に大事なことですね。21点差、安藤フェアある程度守りきっただろうというところでのこの3ポイントはちょっとダメージとしてはでかいですね。タコスコックが与えたダメージ、インパクト絶大です。安藤フェアタッショット守っています。アウトナンバーか、島根、安藤誠也6本目どうでしょうか、むしろ後半に上げてきました。安藤ドライブ、中もあります、つないで安藤の3、リバウンドは取ります、はい、最後までディープ3決まりました。安藤誠也、ただ後ろからボール少し触った、安藤空いた、スリーポイント決め返しました。いやこの1本目ちょっと入るとやっぱ絡んで、はい、そこから自分でプッシュできるのが魅力ですよね。そして安藤誠也が来ました、2本目、いやもうこれお互い今日スリーポイント大会、あと中に通らない、そして残り15秒どうするか、安藤攻め切る、いやうまい、レイアップ決め切った、サンマーティンから安藤誠也、マーティンのスクリーンを使う、中まで入る、タフショット決めてきます、素晴らしいですね。ボールが動くようになってきてますよね、一人のボールの時間が短いので、ただやり返すのが安藤誠也です。ここで決めるのがすごいんですよね。また一桁に戻ろうかという展開ではありますが、安藤がズレを作る、自ら打ってエンバーン、バスケットカウントです。さっきから誘ってるんですね、ここリジェクトを狙ってちょっと当てに行って、この当てた瞬間、ただこれをやっぱ決め切るのが、いや白浜選手ミスマッチだったんですけど、よく守りましたね。そして安藤です、ニック系のスクリーン使って、今日1本目、素晴らしい、安藤対川村です。安藤抜いていったファールがあった、エンバーン仕掛けていきました。いや昨日もバスケットカウントありましたが、今日も奪っていた安藤誠也です。いやここ安藤誠也ですが、こうやってつなぎます、安藤誠也、先ほどはバスケットカウントもあった、
ここもタフショット決め切ります。いや強い、島根はビフォード安藤誠也トップの位置スリーポイント来ました。安藤選手一つ目今日決めてきましたね、はい、平均得点リーグ3位の安藤誠也です。4点差です。安藤誠也ストップしてのジャンパー、さすがの1本です。谷口も今日スリーポイント3本、ここから安藤誠也、渋田もしっかり壁を作っているんですが、その上でした。あ、ギブス前にはギブス、スイッチしました。安藤まだ持っているフェードアウェイのショットは、いいですね、決めてきました。モリス選手そのままスクリーンに行ったんですが、そのタイミングでやはりマッチアップのズレ、の状況を少しここはうまく、ケイ選手の後ろからフェッチしましたね。安藤のスリーは、ね、安藤連続でシュートが来ました。やはりこの気持ちの強さ、うん、伝わってきますね。リフォーではどうする。ニック・ケイホーキンソンが前、ニック・ケイのスリー、安藤追いついた。今度は安藤がコーナーからのシーン決めてきた。すごいですね安藤選手、今日安藤スリーポイント2本目。いや手に当たりましたね、ケイ選手の。さあここは走るスピードを生かした安藤、いいですね、チェンジを誘発させてそのチェンジを狙っていく、まあ、このケイ選手のハンズアップももちろん見直してほしいですね。こういったところやはりスティールというのはこういった試合も個人ファウルが2つとなっています、ね。まあ、今のファウルは少し引っかかない部分だと思いますね。安藤のディープスリー来た、すごい力でしたが決めましたね。この位置を決めました、キャプテン。前半終わった時は33対33、そして今54対54で同点。安藤打たない、ここでステップバックからのスリーは、いやー来ましたね、さすが安藤誠也キャプテンだ、ね、そうですね、まあ、やはり、まあ、今少しディフェンスのところで崩されて、決められたというところもありますし、安藤、安藤打てない、ここから浮かしたショット安藤決めてきた、なんとか沈めましたね。安藤、安藤スリーはどうだ、今日は安藤最初のスリー、はい、今アベンドラメ選手少し足痛いかもしれませんね。さあ安藤ワイドオープンだ、来た、少し渋谷でした。渋谷は一つディフェンスポジションこらえたいですね。1点差まで迫っています。安藤かわしてスリー、連続スリーきた、バウンズパスから抜け、キックアウト谷口、そして安藤、安藤、安藤決める、返しますね。終わった後の指示かもしれません。そうですね、まあ、おそらくはやはり、入れてくるだろうと予測して、スリーポゼッション差、島根中アタック、安藤から、うわうまい、しっかり決めています、はい。まあ、勝負したいところですが、早くも13失点というところでもあります、はい。ただこの安藤誠也のこちら素晴らしかったですね。これは素晴らしいですね、個人技、はいはい。テーブスと安藤誠也、まあ、日本代表争いという意味でも、まあ、テーブスの方がこの売撃期間では中ドライブ振り抜きざまのフェイダウェイ、これを聞きました、安藤誠也ビフォード飛び込む、自ら、はい、リバウンドですね、オフェンスリバウンドから取りまして、今度はレイアップ持っていきました、安藤誠也、高部のディフェンスかわした安藤誠也、同じパターンですけど、そうですね、リフォードがゆっくり運んでいきます。安藤、リフォード、つないでスリーできた、トップから安藤1本目、パターンとしたら、形としたら、東京らしいオフェンスだとは言えますね、はい、うまい。ここで島根は安藤誠也、ファウルはないのかというアピールもありましたが、うまいですよ、はい、少しずれました K のパス、はい、平浜から安藤、長めのスリーが来た、今日2本目安藤誠也、いやこれで一気にいかれちゃう、成功率で 20% という、はい、今日のアルバルクのスリーポイントシュートです。安藤のスリーが来ました、今日3本目、このゾーンディフェンスに対して安藤誠也決めました。リフォードコーナーから安藤誠也、コーナースリーが決まった、
番個人通算800回目のスリーポイントシュート成功です。さあこのシチュエーションで先ほどグライテスが抑えました。安藤誠也フリースローラインから結構囲まれてましたけれども、ニック・ケイスイッチしています。安藤誠也フローター、決める。中盤に安藤誠也が見せ場を作りました。思いっきりの良さでマッチアップしていることは確かですね。トランジションでだから点数取れないですよね、はい、安藤の3、外も来ました。12点差になっていますが、安藤誠也ショートコーナー、いやー乗ってきましたね。12得点安藤、ビフォードから安藤を受けて3ポイント、チャー、今日2本目の3です。安藤ステップバックで3ポイント、ここで来た。後半2本目、今日3本目です。19得点2桁得点に乗せています。10点でサイズのディフェンス、安藤3ポイント、さすがですね。リバウンドはニック・ケイ、安藤誠也、決まりました。いやすごいですよ。ですね、はい、白浜ビフォード打たせない、おさかべ安藤決める。あの3最初に決めてきました。安藤綺麗に開きましたね。いい形で相手 あのゾーンに対してのしっかりとしたセットオフェンスでした。はい、安藤にはベテランの水戸がついています。リフォード、そして安藤、トップの位置から安藤アタックする、ここも決めてきた。ワンゴールをきっかけにしてる安藤ね。コーナーから日系、安藤のスリーはここも来た。止まらないですね。いつも落としてません。今日米山よく頑張っています。安藤、富山としては勢いましたね。安藤はどうする、今日スリー好調、そのスリーを選択。いいですね、ここもピックアンドロールをしっかりと、コロイがついている。そしてコーナーでは日系トップの位置で安藤のスリーはどうだ、目から来ましたね。いやー前半から今シーズン4回目のトリプルダブルも見えてきたというビフォードからボールが出ました。そして安藤のショット、ここもタフショットではあるんですが、ファールドローも狙いながらというジャンプしたんですが、はい、そこにしっかりディフェンスが対応していた。ここで振り向きざまに後ろのミラー選手に、パスを出した。こちらも今日7本目、あと10秒だ。伊藤がつく、安藤持つ、安藤レイアップ、素晴らしいドリブルフェイクですね。いやこのフェイクが素晴らしいですね。僕さん31ポイント安藤まだ持ってる。安藤スルスルと抜けていった。抜け出していきましたね。島根のポジションです。安藤誠也もらう、斉藤がつく。安藤は前節スタートから第1クォーターから爆発、ベースライン上からアタックしまして、まず決めていきました。リバースレイアップ、そうですね、ディフェンスなんかこうフットワーク変わりそうですね。はい、スリーポイント決まりました。もう一度もうダブルチームでいきます。谷山ケビンから回して安藤誠也フローター、決まりました。伊藤達也、島根が取りました。いいですね、島根はここのオフェンスリバウンドを取らせないことがすごく重要ですね、はい、安藤リフォード、安藤右のコーナー、白浜、もう一度安藤です。ニック・ケイが一旦上がってきて下がります。安藤のスリー、安藤今日3本目、ガードの点取り合戦素晴らしいですね。非常に面白いですね。安藤対斉藤です。ワイドオープン、決まる。これで4本目です。シュートを作り出すことができています。ここでニック・ケ選手にハイポストで持たせたというのが、このオフェンスの成功ですね。これによってディフェンスが出なかった、落ちました。安藤ドライブだ、かわしてファールもらってエンドワン。ニック・ケ選手よかったですね。ここニック・ケですね、ここで須田を抑えましたね。須田選手を抑えることで斉藤選手はやはりちょっとバランス崩したのフォーター、白浜落としました、奪った、
ましたね。レイパスジュニア、もう一度斉藤へ、斉藤スリービフォードかわしていく、バウンドパス、安藤へスペースを作ってビフォード選手にボールを運ばせることでターンオーバーを減らすことができてますね。島根は素晴らしいボール運びです。安藤のディープスリー残り5秒です。安藤決めます。非常にこう小原選手のところを警戒してエドワード・モリ選手守ってますので、はい、空いたスペースに角原選手の素晴らしいドライブでした。安藤も打ちました。このケイトの合わせ、スリーを打つのか。まだ時間はあります。モリスのスクリーンも使いながら中アタック、パスショット決めきった。安藤誠也、非常にスリーポイントたくさん打ってきますが、先ほどはパスショットを決めた中、エドワード引き出してバスケットカウントです、はい、かなり難しいシュートを安藤選手に打たせてるんですけれども、それをことごとく決めてきますね。フリースローアテンプトが多い選手なだけに、ここは2本とも外れてしまったのは名古屋からするとちょっと残念です。津山、安藤のツーガード体制、安藤ドライブから突破して決め切りました。ルスッとでしたね、昨シーズンのスティールを今シーズンも現在6秒。ここは早い、一気に持っていきました。安藤誠也、川島とヘンリースイッチしながら中に合わせかけたところを守った名古屋。佐渡原ルーズボール、このボールは安藤に入ってスリーを打ってきた。これを決め切ります。全くこれまで簡単なシュートが作り出せていませんので、はい、すごくディフェンスの連携も素晴らしいと思います。レイアップ決めていきました安藤誠也。これが両チームにとってのファーストゴール、こういう状況になっています。リフォードから K、安藤先ほどはレイアップを決めました。スリーポイント3本目のアテンプト、これが来ました。スリーポイントを決めています。ビフォードも安藤も決めているという状況から、ここは津山と安藤でフローター。安藤このあたりはさすが長かったんですが、ここからのセカンドチャンスポイントです。ビフォードがコミンコーナー追い込まれながら、まだ時間はあるんですが、3秒2秒、安藤のスリー、ここで決めてきました。安藤もビフォード、安藤積極的にスリーを狙ってくる。安藤誠也早くも3本目、チームとして18分の8 44%。 この安藤も3本目、ここも素早いドライブから安藤誠也振り向きざまシュートまで行く、決め切りました。安藤誠也、これで第3クォーター終了です。中村も第2クォーターで1本スリーポイントシュートを決めています。安藤インサイドからバスケットカウント、1得点、まあ、第3クォーターの終わり際もほぼブザービーターのような形を見せました。うまくニック・ケイ選手がスクリーンかけましたよね。ジェレミー・ジョーン選手が今ここをカバーしなければいけないところなんですけれども、序盤はビハインドの時間帯もありました。ビフォードから安藤フローター、これで安藤も26点。24歳の相原が安藤誠也、華麗なステップからスリーポイント射抜きました。かなり難しい、そしてショットクロックも追い込まれた中での、今度は白浜のアタック、安藤2本目来るか、来ました。来ましたね。安藤モリスのスクリーンを使いながら自ら切り裂いた、クイックですね。やはり今のところもいい形でチームのショットを打てているという印象ですね。安藤誠也3本目来るか、射抜いた、返してきましたね。スピラ選手もいいコンテストしに行ったんですが、スピラ先ほどスリーがあったステップバックからのスリーポイント、2番の晴山拾って安藤が走っている、安藤早いですね、切り裂きました。電光石火の司令塔、さあ安藤誠也のアタック沈めました。ここもあわよくばエンドワンというような接種王選手の高い壁が阻みましたね。リフォードパスを選択、安藤誠也射抜いた、再び振り出し。安藤今日まだスリーが来てないんです ね、はい、そうですね。今日安藤君ちょっと調子悪いですよね。振ってたらプレーしてきました。さあ安藤、また今度はドライブできた、そしてエンドワンを獲得、スリーが入らない日はこのツーでいきます、はい。
調子悪いわけじゃないよっていうのを聞こえてるよと、聞こえてるよと、はい、早速2プレーやってきましたけど、やっぱりこういうところですよね。ちょっと引いて守って馬場がしっかり中までいけてるんですけど、今度、はいはい、その3ポイントが今度決めれてませんよね。安藤がディープ3、安藤来ましたね。はい、馬場がね、高い位置までもディナイしてますよね、漏らせないように。ハードショー、長崎がハードショー継続。安藤まだ持っている、まだ持っている、シュートを放ってこれを沈めました。いや、安藤に渡した、スリーできた、戦況を変えるスリーポイント、はい、さすがですね、やはり安藤誠也ここで見せてきました、はい、その辺がね、どうコントロールしていくのかっていうのは大事になってますよね。そうですね、はい、長崎のボンズのハードショー、安藤が入ってくる、自分でリングにアタックする。そうですね、やっぱり安藤選手ぐらいになると雰囲気が周りに出てますね。そうですね、こう1対1、ね、させるような雰囲気出てますよね。はい、あとかわしていった、さすがは安藤です。はい、あの辺のね、落ち着いてますね、ゴール下まで行っても。はい、ニック・ケインがリバウンドもぎ取って、もう一本安藤来るか、今度は中に入ってきて自らショット。うわ、今も体をぶつけたんですが、この電子力はやっぱりいいですよね。安藤抜いてきた、素晴らしいプレーを見せました、安藤誠也。第2クォーター、島根の最初の得点です。安藤へ、さあ安藤がスピードに乗ってかわしていく、うまいですね。安藤、小針のディフェンス、小針が耐える、安藤自分で最後ねじ込むか、決め切り、安藤20得点に乗せた。エヴァンスのハードショーから、さあ安藤が個人技を見せて2ポイント。素晴らしい、決めまくってますよね。はい、タフショットなんですけどね、2人ともやっぱりかなりしんどいですよね。あ、なるほど、安藤が来た3ポイント、今日25得点。木山、なかなか打てませんよね、もう勝負どころあるんで。さあ安藤が来るか、おっと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 、これはエンドワンになった、ね、大きな大きな得点。我々の場合は飛んで空中で相手に接触する。さあ52秒ですね、今度は安藤が下からですね、うん、また安藤で来る、松本のところついてくる、これも沈めました。リバウンドランクではリーグトップにいるゲルンですが、さあ一方ここは島根は完全にそうですね、抜き出しましたね。安藤の得点です。今度は安藤誠也です。渡辺翔太がマッチアップして、これスクリーンに入った後すぐにシュートを打ってきた、抜きました。いやー、ゲルン選手の高い、ペリン・ビフォードは平均得点 22.3 でリーグトップですし、ニック・ケイは 16.9 でこれリーグトップ10ですから。ここもミドルインサイドでの攻撃でしたが、ペイントエリアに入ってきてから長いリバウンド、おっとこれはまた島根ボールになりました。安藤のスリーポイント射抜きました。安藤選手いいですね、はい、落ちていきました。これね、今追うのをやめたんですけれども、そうですね、最後ビフォードはギリギリまで取り返した後、ヨード選手、結果的にこれがスリー、そしてその後の攻守の切り替えも注意しなければなりません。これは完全にパスオープンでキャプテンの安藤来ました。今マッチアップ変えましたね、ビオード選手のところにトーマス選手を持ってきましたね、はい、ヤンジミンがついていたところだったんですが、さあここは安藤に託してスリーポイント、止まらなくなってきましたね、落とさない安藤です。島根のオフェンスを追い込んでみせました。ただまだボールは島根、安藤誠也に対して激しいマッチアップを敷いている。これはファウルでバスケットカウント、エンドワンですね。安藤選手、渡辺翔太後ろから追いすがる中だったので少し止まりきれませんでしたね。まあ、急ストップに対してやはり止まりきれずに後ろから繋いできました。ペリン・ビフォードに対してはネイサン・ブース、スイッチ回りながら完全にオープン作った安藤誠也、やはりまだ止まらない、綺麗な20ポイントです。安藤誠也がボールを運んできた島根、空いたらすぐに打ってくる、さすがですね。今のも本当に仙台わずかに、もう続きますが、この後の展開どう予想されますか。そうですね、まあ、島根としては、まあ、少し苦しい展開が続く中、津山選手、はい、安藤選手と、今のように作れるとやはりリズム出てきますね、はい、そのためにまず島根としてはオフェンスをしっかりフィニッシュさせたいところ、安藤誠也の一発です。こう安藤選手個人技で早いタイミングでシュートを打ってきました、ね、仙台は本当にオフェンスに時間をかけませんね、はい、そして安藤完全にペースを破っていきました。いいですね、モリスのスティールになりました。駆け上がってきた安藤、そのまま行く、かわした、
ね、ここもやはりピックアドローに対して、ただボールはまだ島根ボールで、安藤にはかなりのプレッシャーをかけている仙台です。どうか、これでも射抜いてくるか。安藤ショットを決めましたね。リフォードは外に戻して、安藤誠也苦しいですが、これを決める、そういうことですね。安藤誠也、先ほどスリーが一発ありました。ヤンジェミンに対してはどうか、かわしていく、決まります。吸い込まれていきました。素晴らしいワンオンワンですね。そして安藤ショットブロック、時間がない、それでも射抜く、素晴らしいフローターショットですね。まずはこのオーバータイム、はい、2点追いつけて、ね、追いつかないといけないですね。仙台のプレッシャーをかわしてボールをつないで、安藤があっという間にリング、同点。ただ島根にも負けてないに理由があるが、島根頑張った、島根が奪いました。安藤駆け上がる、決まります。まあ、そこで今島根がディフェンスを守りやすくなってます、ね。安藤、山崎倒れているが触れはない、落ち着いて決めてきました安藤。なかなかこの安藤を全て抑えるわけにはいかない中で、どうポイントを切っていくかというところにもなりますが、安藤いいカッティングを見せまして、リングに弾かれてしまいました。ケイから安藤、安藤ここも抜けてきた、マーフィーがついているが、安藤のレイアップです。逆サイドの中村へ、失礼、上沢、スリーポイント。リバウンドは北川、走っていた安藤、目の前には川田、スピードでかわして安藤、もう一度津山、安藤ボールが渡ってシュートを打って、おー沈めました。山崎エヴァンス、安藤、今日乗ってる津山からパスが回って、最後は安藤か、1本目来ました。シーズンファイルの点を叩き出した前節の津山翔太です。1個フェイクを入れた後、パスをつないで日系、またパスで安藤誠也です。これは素晴らしい連携ですね。津山翔太、かなり厳しいマークがついている。安藤フェイクを入れた後、フェイントエリア付近に侵入してきてのショットを射抜きます。安藤選手冷静でしたね、はい。そしてアタックを仕掛ける安藤誠也、自ら行く、決まりました。いいですね、ここで島根も一つブレイクポイント出ましたね、はい。印象非常に受けますね。琉球はインサイドジャック・クーリーへの得点がつながっています、多くなっています。ここはうまくかわしました安藤です。素晴らしいロッカーモーションでしたね、はい。さあ岸本スピードもある、ドイツまでボールを運んできて、名村ボールちょっとつながらなかった、島根のボールになります。ターンオーバーになって、そのまま駆け上がっていった安藤誠也です。素晴らしいユーロステップですね。2点差になりました。島根はペリン・ビュフォードから、この安藤が1本来るか、ここで来ました、来ましたね。ここ島根の1つ、安藤選手を、今村今日これが初めてのポイント、ここで1本見せた。ただ安藤選手も返しますね。それだけは許さない。スリーに入ってきた、さあペリン・ビュフォード、安藤苦しみながらも打ってくる、これを射抜いてみせた、これが安藤選手になりました。さらには琉球を2ポイントに抑えている、この安藤選手のサイドステップ踏んでからの、先ほどはタフショットを射抜いた安藤、その安藤に託すか、島根託した、決まりました。かなりここも松脇選手ギリギリの対応で、ここも松脇選手は本当に際どい対応、はい。安藤には水野が最近ディフェンスをついています。かなりアグレッシブにいきますね、自由にさせないという、今日は最初から前回の水野カウンター、水野ディフェンス、それでも決めてみせる。これをおそらくやられたくないっていう意図があと、安藤選手からこう中間でもらう選手ですよね。この3人がちょうどこう三角形トライアングルの形に入っているのが島根のピックアンドロールの特徴ですね。ここは安藤が決める、引き離していきます。この状況打開してほしいですね。ライトも入れてきました。ジャクソンに2人がかりで奪ってファールなし、また島根のポゼッションになっています。ここまで4アシストのビュフォード、もらって安藤スリー、京都のブースターがブーイングを送る中、2本と持ちました。しかし島根がもらって安藤スリー、3点追加してきました。キャプテンついていきます。水野ターンアラウンドからのシュートに行った安藤、ちょっと津山手につかない、立て直します。安藤ダッシュからフェードウェイ、あーこれもよく決める、見事なシュートでした。
須山から再び安藤、今度はピックアンドロール、ハッサン・マーティンゴール下まで行く、ワンオンワン、水野が見ていますが、フェイダウェイシュート、タフショット沈めてきます、20点まで乗せてきた。少しあの前半よりも、前半この中に2枚っていう話しましたよね、はい、もう3コーナーからちょっと中を1枚で比較的スペースを空けてっていう決め切りましたね。待って、これで水野ビフォードワンオンワン、向こう側のコーナーから白浜スリーポイント、モリスつなぐ、安藤ここ一番のスリーが怖い、ベースラインからアタックリック、エンド入れましたね。ここでフェイントを入れた後に少し後手を踏んだ小西が、ジョシュア・スミスが入ってきた名古屋です。そこに対して島根、安藤、安藤決めた、バンクショット、ニック・ケイブがエサトン、リフォードに佐藤です、スリーポイント安藤決め、これもそうですね、もうビフォード選手今日のスター選手って11点ですか、やり返すか、やり返す、こういう展開が今日はあと何回見れるか、マックス選手と斉藤リフォード、リフォードブロックしました、バンドパス、安藤決めました、セッサルと一番らしいね、ファーストブレイクでね、リフォード、あーナイスアウト、安藤少しずつリズムが出てきましたね、島根もね。さあ島根は安藤、ケイ、白浜、津山、ハッサン・マーティンです。安藤が45度からのスリーが出ました、このコーナー最初ね、しっかり総援はイーブンで戦えてますので、あとはやはりシュートパーセンテージのところですね。安藤3本目は来ました、いやタフな男だ、安藤に斉藤、斉藤つく、斉藤がしっかりとついている、安藤のフェダーウェイ、ファウルもらって、エンドワン、さすがですね、そうですね、このあのワンドワンもね、しっかりいい間合いを取りながら行きましたけれども、このフェーダーウェイの距離感ですね、安藤選手の、はい、同じサイズ感のプレイヤーだし、リフォード、しかしスミスが立ちはだかった、これは決めたい、こういうワイドショットのオープンは多いんですけどね、安藤、来ましたね、安藤今日4本目、受けながらフロントコートに入ったディフェンス、ソアレスが手を伸ばす、ナオバスタイム、安藤、安藤に菊池、安藤打つ、安藤選手に、そして中村選手をビフォード選手につけていますね、はい、ここも安藤、誠也対三谷、安藤のアタックやり返しました、ビフォード、マーティンへ速いパス、ここもキックアウト、安藤のスリーポイント1本目でした、羽生選手のエクストラパス素晴らしかったですね、上沢がうまく対応している、安藤誠也ディープスリーになる、抜いた、素晴らしい技術ですね、今のもハーフスピンから津山がサポートに来る、安藤フリーのディフェンスを受けながら来た、今のも体は少し流れていたんですが、1クォーターだけで11得点を挙げました安藤誠也、安藤に川田がつく、サイズで劣りますが、スピードを上げて、そしてバスケットカウントだ、ここも有効に使って川田選手が少し、腕で先に体に接触します。矢部さん、今コートにはスリーポイントの名手が非常にたくさんいますからね、そうですね、お互いにオープンショットを作っているという、ただ決めれない時間帯ですね、安藤決まれば4本目、ここはコンテストされながらもお構いなしでしたね、第1クォーター先にタイムアウトを使ったのは島根、広島がこの試合初めてのタイムアウトをここで使いました、再開します、 4.1 秒でどう攻撃をデザインするか、島根、安藤誠也タッチショット、エンドワンですね、バスケットカウント、見に行ったんですが、逆にそこをしっかり力強くショットに行くことでファールドローまで起こしましたね、島根は2ポゼッションではありますがリードを奪って3クォーターを終えたこと、まあ、広島はやはり過去のデータ上2勝しか今季していませんから、このデータを乗り越えていかないといけない、まあ、そういった中で安藤選手が一発目決めてきましたね、はい、ニック・ケイのスリーポイント、ここが来ません、ただ白浜のリバウンド、安藤誠也6本目、決めた、安藤選手が決めてくれましたね、
松山翔太、安藤誠也のスリーポイント1本目が来ました。来ましたね、思います。そしてこのタイミングで安藤誠也のスリーポイントについて整理しておきたいと思います。安藤2本連続来るか、来ました。ここもパス、タフショットになるが決めてみせました。素晴らしい技術でしたね。少しもう引っかかっていたのでここはピックスイッチをして名誉選手が対応したんですが、はい、素晴らしいインアウトで少しだけ大変激しくいって打たせるにしてもタフショットにするんだという気持ちを語っていた中村です。安藤誠也のスリーポイントが来た。来ましたね。少しやりたいところディフェンスの部分の修正というのを一つ図りたいですね。ビフォードの得点にハッサン・マーティンとのピックアンドロール、ボールに向かうハッサン・マーティン、エルボーの位置のツーポイント、ここで安藤に渡してスピードに乗ってのベースラインドライブから、さらに津山を経由してスリーポイント、どうだ、いいですね、はい、今のような動きのある中でのスリーポイントはね、またスピードに乗ってドライブから、ここはもう一度仕掛けてから、あ、裏側からのレイアップ、はいはい、あ、またスティール、あ、またニックのスリー決まっていれば、しかし北川ナイスなつなぎ、そしてスリーブロックに行く、さらにキックアウトパスで全員でつないだスリーポイント、アンド このゴール下でカロウェル選手ペイントに入って再びパス、そして安藤のスリーポイント、いいですね、はい、安藤第3クォーターの2本目に続いて3本目も沈めてきました。安藤リバウンド、さあ時間をかけずにスリーポイントを打ちたい安藤、誠也です、レイアップ、安藤決めた、ここはスコアメイク、沈めてきました、はい、向こう側にハッサン・マーティン、北川というこちらも同じ5人中で勝負、安藤4点目、佐野ファミリーに落とさせたワンショットです。ニック・ケイ、安藤、フローター、あー、安藤2ポイントつなぎました、14秒まで巻き戻っている、よくつないだな、そして安藤がここで決めた、 あと一つ、ニック・ケイ、安藤誠也、さあこの記念のスリーか2を選択、あー決めてた、得点を伸ばしている安藤誠也、これで2桁、ババ選手に対してしっかりとやったという長崎戦での活躍もありました。鈴木が不在の穴を埋めました。そしてここでネイルダウン2ポイント、はい、ジャンパー。